はじめにワイヤーの真ん中に印をつけます。そして危なくないようにワイヤーのね先端をペンチで掴んで、できるだけ小さくこのように丸めておきます。はい、両端ともこのように丸めておきます。直径15ミリぐらいのペンでもいいですので、こう筒状のものをとねワイヤーの向こう側に当てて、印の右側と左側に輪っかを作っていきます。まず右側に当ててぐるーっと、ね、外側から内側に巻きつけます。内側の輪っかが印1ぐらいにくるように巻きます。そしたら今度左側もワイヤーを手前に当てて、向こう側からぐるっと一巻き、そしてこのね同様に印1のところまで寄せてね、抜きます。そしたらテーブルの上に置きまして、この輪っかを歯ブラシが落ちない程度の大きさに絞っていきます、ね、これはこうちょっと指で縮めながら、この時はここの印のところから外側に行っても大丈夫です。ここね歯ブラシの下を当てながらこうスポリと抜けなければ大丈夫です。そしたらこちら側もですね、こう絞って輪と輪の外側が4センチになるように広げていきます。で、広げるときは輪っかをね寄せて、印から輪の外側までが2センチ で合計4センチになるように調整します。次にこのね 1.5 センチのペンに沿わせて、このねワイヤーを巻きつけていきます。巻きつけるときはペンをこのね輪の上に乗せるようにしまして、そしてこう、ね、外から内側になるように巻いていきます。でこの時にあんまりこうね上に上がらないように、こうできるだけこのねペンにまっすぐになるように巻いていきます。そしてね、巻いた時にこのまっすぐな状態で下から6センチですね、表側のこのねラインのところが6センチぐらいになるように調節します。でこちらのラインは右上に流しておきます。そしたら右側も同様に当てまして、この時巻きづらかったらちょっとこう避けておきます。そしてこちらもなるべくこうね横向きになるように、あまり斜め上向きにならないようにこうね3回ぐらい巻いていきます。下から6センチのね位置まで巻いていきます。で向こう側に持っていきますね。この交差位置のワイヤーの合わせの上下なんですけれども、左上に流れている方が上になるようにこのようにワイヤーを差し替えておきます。こちらが上になりますね。でこれもまっすぐになるように調節して、先ほどのこちらも今一度まっすぐになるようにしときます。輪の外側と外側の間が 5.5 センチになるように測ります。
そして真ん中の位置でね、ワイヤー交差します。で、この交差位置を押さえてねじっていきます。1回、2回、3回ぐらいねじると落ち着きますのでね、3回ねじったら手を離しても大丈夫です。そして5センチ分ねじっていきます。次にねじり終わりから12センチでカットします。こちらもねじり終わりから12センチで切ります。そしたらこのワイヤーをこんな感じで裏返してね、このぐらいにカーブを作っておきます。そして先端から渦巻きを作っていきます。ちょっと巻きやすいようにね、このように持ち上げて巻いて大丈夫です。はい、のの字ぐらいですね、のの字ぐらいまでこんな感じに巻いておきます。はい、このように巻いておきます。はい、で今このようにね、まっすぐな状態ですけれども、ねじり始めの位置を後ろに倒します。この時こういうふうにちょっと軽く押さえながら倒すと倒しやすいです。次にこのね、渦巻きを手前に持ってきます。はい、そしてテーブルの上に置きましたら、この柱を持ってこう、ね、バランスを調整します。そこにある一番下にある2つの輪っかの真ん中にこのね、渦巻きのラインが来るように調整します。輪の真ん中あたりにこの渦巻きのラインが来るようにします。で、この時にこのね、コイルがまっすぐになっているか確認してください。このね、底面のバランスの取り方ですけれども、このように柱を持って渦巻きをちょっとこう下にね下げます。そしてテーブルの上に置いて柱を持ってグッとパーツをね押すようにすると、このね、底面のバランスが調整できます。この油性ペンでつけた印は除光液で落とすことができます。